チラブです。ラブズキュン。どうも映画チンピラジャガモンド斉藤です。オラー。どんな席が空いてても真ん中の席って埋まるよね。どうも映画バカ芸人アンコです。パニュパニュこの映画あるあるを言ってくれるんですよ、ね。はいはい、楽しみにしてる。いや楽しみじゃないかもしれない。すごい楽しみ。ということでシネマショーンとは、はい、映画好きが集まって好き勝手映画について語っていくという番組でございます。はい、今日はゲストが来ております。誰だ、どうぞ。おーにゃー、キャラメルポップコーン頼んだけど塩味の方が良かった。ごちゃんだあるある言ってくれたあるあるだったの今ということで今回はディズニー映画アラジンを見に行きたいと思います。やったー。それでは行ってきます。イエーイ。はい、私と斉藤さんはドルビーアトモスで、はい、音響がすごい音良 いやつ、はい、あはいはい。で、フワちゃんとヤンコちゃんは MX4D MX4D 厳密に言うとね、はい、MX4D を2人で見に行ってもらいます。めちゃめちゃ揺れるよ。あー怖い。怖くない。どっちやねん。おい、一人で自問自答してるそういうモードなんだよね。そういうモードなんだ。早速レッツゴー。イエーイ。よいしょ。マジ最高。どうでした？あ、もう本当にもうとにかく最高だった。もう、うん、映画終わってこう明るくなるっていう時にもう絶対最高だって早く私が一番最初に言おうって決めてたぐらい誰よりも先にね。誰よりも先にもう本当に明るくなった瞬間に最高だった。劇場に響き渡りましたね。最高だった。回しもんじゃん、もうディズニーの。元々内容知ってました？アラジンの。そう、私見たことなくて、アラジン今まで。アニメの。そう、なぜかあのジャファーの逆襲だけ見たことあったんだけど。なんで続編だけ見たことあった順番がおかしいのよ。誰がジャスミンとかも分かんない状態で見た、最初。あ、もうそこから？でも全然楽しめました。めっちゃ最高だった。もうなんかあんなにミュージカル要素あると思わなくて、うん、ジーニーが、うん、あのいろいろ説明し、うん、するじゃん、うん、魔人のね。 あんな楽しい説明見たことある心が踊るとはまさにあのことで、もう、はい、こうやって言ってるバーって言ったらジャスなんかジーニーがいっぱい出てきた時からもう大笑い大笑い揺れてたその時。あ、そう、揺れてた。めっちゃ楽しかったね。めっちゃ揺れた。揺れながら笑ってたの。揺れながらもうゴジラじゃん壊さないでくれよ。もう超楽しかったし、うん、その絨毯のとことかも美しいし楽しいし、うん、美しすぎて泣いちゃったよね。泣いた。壁と乗ったとこ。あ、本人はあるよね。あと普通最後普通だからちょっとごめんなさいね。最後ね。いいんだよ。いいんですよ。思わぬところで泣いたのが自慢になるからさ。なんかわかる。なんかわかるわかる。普通な見方してるからね。やっちゃうやっちゃう。って思われたよ。映画が得意ではなくて、そうなんだ。もともと歌うんかいってなっちゃう。どこ歌うんかいってツッコミを入れちゃうんですよ。フワちゃん好きでしょ。あ、もう私最後歌い出したらもうすぐまんまと、まんまと乗ってる。なっちゃうんですけど、うん、それを上回る演出と歌声。あうまかったか。ミュージカル苦手のラムが心躍ってしまった。あ最高、うん、あれはテンション上がっちゃう、うん、私あのネットでジーニー役誰だってなってた時に、はい、ウィル・スミスボーンって出た時、うん、めっちゃ笑ったんですよ、はいはい、青いウィル・スミスじゃないかジーニーじゃなくてそれはウィル・スミスだそうだねって思ってたんですけど、うんうん、今回見たらウィル・スミス以外ジーニー役が見つからないぐらい敵役だった。そうね、最高だった。すごい当てはまってるなって思いました。すぐ馴染んじゃったね。馴染んじゃった、うん、全然違和感ないジーニーでした、うん、ジーニーのこの動き好き。あーこれとかドヤ顔感ね、うん、いいよね。ジャスミンがあのアニメのジャスミン声してたっていうのが美しすぎて、ジーニーより CG だった。ウィル・スミスより CG だった。すごい美しかった。息を飲む美しさ。ドキッとしちゃうよね。僕もあれなんですよ、アラジン見たことなくて。おお。で、まあどんなもんだなって思って見たけど、面白いですね。おじいさんいやいや、すごい面白いと思って。ジーニーがウィル・スミスということでミュージカルシーンとかあった、はいはい、そこにヒップホップ的な要素が入ってた。入ってた。
みたいなポイントをついてましたね。それはある意味ウィル・スミスとのやっぱコラボレーションかなと思って、らしさは出てたなって。確かにウィル・スミスならではのね。そう、アラジンって国王になるじゃないですか、はい、はいはいはい、国王デビューしてちょっと痛くなるじゃないですか。あ、でもそれがだんだん丸くなってってね、うん、なんかいい男になってくるじゃないですか。正直アラジンよく考えるとぬすっとで、あ、なんかランプ手に入れて金も持って最高みたいななってるの見えたらクズじゃないですか。まあまあまあ、そこだけ聞いとったらね。まああとはあれですよ、後半のはいオウムに追われるシーン。あー、はいはいはい、あそこはねモンスター映画としてめちゃめちゃ楽しみだった。一点見つけた。一瞬にして恐怖でしたよね。そう、あのシーン。ってなって、あの見せ方もね、ブワーンって迫力ある。これはね、モンスター映画としても楽しめるわと思って僕はだから唯一アニメ版も見た人。お、うん、展開は一緒でした。そうなんだ、はい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 、で今アニメアラジン見ると、あれここはどうなってんだみたいな、そのご都合主義的なところに、うん、ちゃんと実写版になると解説を加えているというか。そう、例えばジャスミンがなんであの宮殿から出れないのとか、うん、敵国を攻めるみたいな話とかはアニメないのね、うんうん、だそこちゃんとこう足して大人に向けにちゃんとなってる感じがしたのと、あとねアニメになくてめちゃめちゃいい展開が最後に、やばい危ない、最後の方でチンピラーさん、ネタバレ、最後の手前でジャスミンが人の心を変える場面があるじゃないですか。あ、女でもできるみたいな、うん、そうあのシーンないのよ。 あそこだから俺すごいグワッと来ちゃって、ディズニーの最近の映画って結構その昔の自分たちで作ったディズニー映画をちょっとこうちゃんと否定してるんですよ。昔のディズニーは割と女性は女性らしく男性を待ってなさいっていう、うんうん、みたいなテーマがもうずっと多いんですけど、あのアナ雪とか、うん、モアナとか、あー女メインですね。そうなんです、確かに。今回のアラジンも今ならではのその女性応援映画みたいになってるんです。確かに確かに。だからこれアニメ版と合わせてみると時代の変化も見えるし、うん、だから今訴えたいメッセージみたいなのがめちゃめちゃね、うん、はっきりときて号泣ものですね。ボディ最高だったよね、うん、いやもう最高よ。 水のシーンとかも多かったと思うけど、じゃないんですよ。どっちかって言ったら風の方が多だもう何かだったらプッってくるから茎が飛んできても、いやいやいや、あとまあその風が多い理由もう一つあって絨毯乗るからやっぱそういったアグレッシブなシーンが多いからそれでちょっと風が多いのかなと。なんか映画館というよりかは本当になんか遊園地みたいな乗り、ね、なんかあの本場のディズニーランドにあるアトラクションに動くんじゃないかっていうね。いや本当アラジンのところのマジックランプシアター動いたんだ。絨毯とかさ追っかけるシーンとかさ、はいはい、あれ 4D じゃなかったら逆にどうやって見てんのか不思議なぐらい。ずっと見てる。ポップコーン食べながらずっと見てる、うん、何も動かないよ。嘘そうなの、うちらの目線だって言われ。いやだからそれは 4D だったからね、それは、うん、えあれ存在するの 4D がするのよ。めっちゃ全員指定されてる。でも本当にすごかったのもうとにかく。そうね、あれ匂いはないんだっけ。匂いはない。匂いはなかった。いや、あったの。え洞窟のとこ臭くなかった。臭かった。臭かったらしい。土の匂いみたいな。ね、そうそうそう、土の匂い。あ、そう、洞窟だよね。嘘、そうそう、落ちた時。はいはいはい。やっぱ音響が凄まじくいいから、うん、その今回ミュージカル多めだったから、うん、それがもうそうね、すごい良かった音が、うん、本当囲まれて歌われてるみたいな感覚だから本当ライブに来てるような感じでした。そうジーニーが最初に王子と一緒にこう行列で来るところ、あっこも圧巻でしたよね。あ、超良かったあれ。確かにあれは音がいいやつで見たいなっていうのは確かに、ね、あったね。だからこっちはこっちで逆に、あ、絨毯の時だけ 4D がいいなとか思ったよね。とか風欲しいな。だから、うん、一緒にしちゃおう。お、ん、誰に向けての提案。あの大人たち、大人たち、大人一緒に 4D とドルビーを合体、うん、一緒にしちゃおうもん。え、なんで合体しちゃうの。逆に大変なんじゃん。バカみたいな会話やめてよ。ということで感想とかコメントお待ちしております。以上シルマンションでした。楽しかった。バイバーイ。バイバーイ。ドゥルッドゥドゥドゥルッドゥドゥドゥエイカ最高。ドゥルドゥ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